ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけれども、いよいよハロウィンアップデート、そしてイベントが来るのかどうか、またイーコーラスプランク、そしてハロウィンのパラシュートバッグが解除されるのかどうかについてなんですけれども、ちょっとね若干進展があったのでお知らせしたいと思います。まずハロウィンアップデートはおそらく10月末に来ると思います。なのでこの動画が出た現時点ではまだちょっと早いかなと思います。その前にまずスプランクとイーコーラ、これがね来るんじゃないかと、もしくは同時に来るかですね。でなぜこれがね先に来るんじゃないかと言われてるかなんですけれども、このスプランク、イーコーラのこのボディースーツ、もし解除されたらクイックアップデート後に何か、例えばねハロウィンだったらサボテンが解除されるっていうのがね左上にね画面の上に出たりとかします。そうなってくるとお店で販売される可能性あります。またパラシュートのバッグとパラシュートが限定のものですね、イーコーラとスプランクのものが解除される可能性あります。まあ、全員解除なのか何かをやったら解除なのか、まだこれはね分かっていないんですけれども、おそらく購入する方法としてはこのパラシュートのバッグの項目から、おそらくこれ今54本の10ってなってますけれども、まあ、これがね57とかに増えたりする可能性があります。こういったね3つのデザインがもうすでにデータとしてあるようです。で確実にもうこれがね来るっていうのがはっきり分かる部分があります。例えばパラシュートのジョブなんですけれども、先週まで、約ね2週間ぐらいだったかな、1週間か2週間ぐらいねパラシュートのジョブがねずっとない状態になってました。でやっとねこの間の木曜日に戻ってきたんですけれども、これパラシューティングあんまりやってる人いないからあまり気づかない部分かもしれませんが、普通にパラシュートを開始してみてください。で始めるときにパラシュートバックではなく、パラシュートというね開く部分の方ですね、この、パラシュートを選択することができます。そこに新しいアイテム3種類が追加されるということなので、じゃあどういった感じなのかちょっと見ていきたいと思います。ついでにパラシュートのバックも見れたらいいなってことでちょっと見るんですけれども、ここのパラシュートのとこですね、ここに新しいのイーコーラパラシュート、ハロウィンパラシュートで、スプランクパラシュート、これ3つね新しいの来てます。じゃあまずなんですけれども、イーコーラからねちょっと見ていきたいと思います。ではパラシュートのジョブを開始すると、これね背中に背負ってんのがね、まあコーラだったらいいなと思ったんですが、これ残念なことに普通に自分で装備していたものでした。なのでじゃあジャンプしてこの後パラシュートを開いてみたいと思います。イーコーラなんで基本的には赤白のデザインかなと。でこれが新しいパラシュートのイーコーラのデザインとなってます。まあねこれだけじゃねまあいまいちかなっていう感じはすると思うんですけども、ちゃんとパラシュートバッグもついたら結構ね、まあ面白いんじゃないかなと思います。で続いてなんですけれども、次はねイーコーラの方終わったので、スプランク見ていきたいと思います。緑のやつですね、緑が好きな人はね結構いいんじゃないかなと思います。でスプランク同じように開始したんですけども、バッグは黒でした。まあこれ自分が装備してたものですね。でパラシュートはこのように、まあ、スプランクのイメージのライムグリーンっていうかね、まあ黄緑と濃い緑と白っていう感じですかね。まあおそらくねこれのねボディースーツとか洋服ジャケットとか、またパラシュートバッグ、そして一部車両にボディーペイントが解除されるんじゃないかなと思います。で同時に来る可能性があると言われているのは何でかというと、もう一つのパラシュートバッグ、これハロウィンって書いてあるんですね。まあ、かぼちゃのね柄みたいのがついてるやつなんですけれども、これのパラシュート開くと、まあ、ハロウィン風な黒と、オレンジかな黄色かな、まあこういった感じの、デザインとなってます。なのでこの3つがもうデータ上でパラシュートでは来ているので、まあ、もうちょいすればねパラシュートバッグ来るんじゃないかということで、全員がもらえるのか、それとも、限定の何かね、条件があってジョブをねやることによって、解除される可能性はあります。まあ、それね分かり次第ねクイックアップデートとかまとめとかでお知らせどんどんしていきます。で一応ねバッグもね見れたらいいなと思って着地してみたんですけれども、これねパラシュートバッグねポロンと脱いだりポロンと落っこちるってことはなかったので、まあ今のところはねモッドのデータとかを使わない限りは見れないかなと。
また、カリン車、まあノーマルの状態ですね、走行じゃないやつ、これ未だに大型アップデート以降ね、ずーっと防弾仕様になってます。ずーっとカリン車走行のデータが映っちゃった状態ですね。ボディペイントが10種類だったかな、ちょっとね増えたんですけども、それと同時にカリン車走行のデータが映ってしまった状態で、これ未だにね修正されてません。これこのままずっといくのかどうかちょっと不明なんですが、まあこのままずーっと防弾仕様なんであればかなり使える車両ですね。防弾仕様で粘着が投げられるで結構速いっていうのでね、またはかっこいいっていうんでいいと思います。ではね、今回ねいよいよ、追加されるであろう、ものです。パラシュートバッグは説明しました。ボディースーツも説明しました。左のところですね、ジャケット2種類来ると言われています。また左上のところはね、この車両ですね、まあ、E コーラとスプランクはもともとあるんですが、それが混ざったような状態となりますので、まあ、このアップデートが来たらおそらくね、たくさんのプレイヤーがこのね、ライムグリーンというか緑と赤のスーツを着た状態でフラフラしてるんじゃないかなと。ボディースーツつけて、パラシュートバッグつけて、でさらにこの車に乗ってたらすごいねド派手な感じですね。またこの車両はホットリングセイバーっていう車両で、まあ、レースにね勝ったりしないとこのボディペイントが解除されないというね限定のねボディペイントありますので、まあ早めにねレースとかやって解除しておくといいかなと。まあ例えば2人1組とかでレースをした時に15秒爆破とかで片方が完全放置で片方がずっと勝利するみたいな感じでずっとリプレイすれば、まあ比較的簡単にクリアできるかなと思います。というわけで今回は10月の7日の時点でハロウィンアップデートはまだ先なんじゃないかということなんですけれども、もしかしたら E コーラとスプランクのイベントが若干早めに来る可能性があるということで、データがねちょこっと出てましたよっていう案内となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。